Billboard Hit Chart。はい、ビルボードのコーナーがやってまいりました。このコーナーは全米で一番ポピュラーに俺が噛んでもたやんけサトピ一番ポピュラーなチャートビルボードからクリスチャンヒッツとゴスペルヒッツの1位を紹介しています。ビルボードって言葉はよく聞きますよね、うん、でも実際何なのか詳しくは分かりませんなるほど。この番組11年やってきてずっとこの番組聞いてきて、そんなこといきなりよく言えるね。いや今聞いてるリスナーの方も実は分からないけどサトピーみたいに分かったふりをしてる人がいるんじゃないかなと思って、今回は改めて聞いてみました。なるほど、分かりました。今日はね、もう一度ビルボードとは何なのかということをお話しします。お願いします。はい、ビルボードとはアメリカと世界の音楽業界において権威ある音楽誌です。まあ、音楽雑誌のことですね。そしてビルボードチャートとはアメリカのビルボード誌に掲載されている音楽チャートのことです。まあ、これは俗に全米チャートとか全米ランキングって言われているものです。この歴史は古く1897年に遡り、1940年代からは現在のホット100、まあ、ホット100のランキングですよね、のようになって現在に至ります。ビルボードチャートは世界の音楽界において最も権威あるチャートと言っても過言ではありません。あ、だからビルボードという言葉だけで聞いたことあるっていうサトピーみたいな人が多いんですね、うんうん、それだと日本だとオリコンって言われてるやつってことですか。そう日本はオリコンがなんかランキングですけど、日本のオリコンとこのビルボードが違うのは、ランキングに入るのは売り上げだけじゃないんですよ。エアプレイと言われるラジオで流したこう回数が重要なウエイトをビルボードは占めてるんですよ。あ、じゃあこのラジオとかで流されるのがかなり重要視されてるってことなんですね。そうじゃあラジオ DJ としては嬉しい限りじゃないですか、うん、ランクインしてほしい曲をずっとリピートモードでパワープレイで流しまくればいいんですねまあそうなんですけど、まあ、そんなことしたらリスナー離れますよねもう毎回このラジオ曲これしか流れてへんやけみたいになるからね、はい、まあそうじゃなくてね、 CD で発売していないあの1位の曲っていうのも、まあそうやってラジオでいっぱい流れたら生まれてくるってことがありえるんですよね。まあ、アメリカってラジオ文化が日本よりも強いんですよね、うん、そしてそのラジオ局が流す曲をあの選んでいきますから、単純な人気だけじゃなくてこう曲の質っていうのも見られてるんですよね。すなわちアメリカではプロ、まあ、すなわちラジオ局が推薦する曲とファン、一般の両方で順位をつけているってことなんですよ。要するに野球界では難しいと言われている、うん、ははプロとアマの融合がビルボードでは成立してるってことですねなんかうまいこと言うてるけど、それね、中身ない発言やからねいやサトピー、バイブルのエッセンスなくしたら中身のない人間ですからしょうがないですよ最近のサトピー見てたらバイブルのエッセンスもほとんどないけどねそうですかまあそんな形で全米ランキング、すなわちビルボードチャートは決定されています。わかりましたか？